と夜できなかったんですけども、なのでちょっと久々な気がしますね。昨日の朝ぶりなので久々な気がするんですが、こんばんは。さあということで、遅くなっちゃいましたが、ショールームでお話しするのはオリコンデイリーランキング初日で1位をいただくことができました。ありがとうございます。本当に初日で、昨日ですね、1位をいただくことができました。ありがとうございます。いやちょっとねびっくりしました。本当に本当にびっくりしました。そう、 CD ショップの話も後でするんだけど、そうなんですよ。まあね、もう、まあ、知ってるかもしれないけど、その昨日ね、お仕事が終わった後に、そのみんなで私さんがから話ありますって言われて、え、なんだろうってなって、最初ね、あのオリコンのことって思わなかったんですよ。そう、それで、え、なんだろうって思ってて、まあ普通に集められてみんなに話がありますって言われたから、えっ、ー、と思って、もうなんかもう、しかもスタッフさんのなんかノリが、なんだろう、めっちゃ深刻なの、ちょっと表情が。めっちゃもうみんなよ、みんなスタッフさんってみんな深刻な顔して、でもなんか、なんで、何みたいな、何ですかみたいな、なんかありましたっていう感じだったんですよ。そう、うん、それでなんか言い方とかも、今日ね、まあ発売日だったと思うけどみたいな、なんか、あで、そこで発売日だったと思うけどって言われた時に、あ、なるほどって思ったんや、オリコンの発表かな、発表されるんかなって思ったんですよ。そう、それでなんか、まあね、本当にこういう状況の中、みんなこうそれぞれが頑張ってくれて、まあまずね、何万なんか、まあ、言われて、それでまあイコラブが1位ですって言われて、へえみたいな、もうみんなで、へーみたいな、もうなんか、そう、だけど、もう普通にもう、あ、私今正直、まあこういう状況とかであったし、まあなんだろうな、こうそんなにさ、なんかなんて言うんだろう、もう絶対に1っていうあれが正直あれだったから、私たちが一番びっくりしたの、メンバーがね、そう、メンバーがそう一番びっくりして、そうで、もうみんなでハーってなって、へーってなって、そう、もうめちゃめちゃもうびっくりしました。まあね、あの、そうね、あの、私が好きってことは、まあ、公言もしてるからちょっとあれなんですけど、でもやっぱり、うん、やっぱり嬉しかったし、もう、あの、はい、もう本当にびっくり、びっくりすぎまして、でもすごく嬉しかったです。てか、ファンの皆さんもめっちゃびっくりしてた。そう、ツイッターとか見たらすごいびっくりしてて、いや本当にイコラブのメンバー12人だけじゃなくって、ノイミーちゃん、そう、合わせて24人と、そう、指原さんと周りのスタッフさん方の、そう、力と、そして応援してくださってるファンの方のお力なので、本当にありがとうございます。
そうね、やっぱりこうこういう今までそんなにこうオリコンとかっていうのは気にして生きてこなかったけど、やっぱりコラボに入ってオリコンっていうのとか同発とかいろいろ気にするところももちろんありますし、そうなのでだからもうスタッフさん演技うますぎですって言ってました演技がうまいって感じでした。目がかゆい。ねえ、ドッキリドッキリされたそう、でもめっちゃみんなで本当にみんなで喜んで、そうなんかすごいその空間その瞬間がすっごく私は幸せでした。みんなが一つになってメンバーもスタッフさんもみんなで喜べた瞬間だったから、なんかその瞬間が本当に最近特になんか嬉しかったです。すごい。そうで、まあ正直、こんなことさ言ったらあれだけどさ、もう絶対1位だっていうあれがなかったからこう、でもなんかここまで来たらウィークリーもできる限り頑張りたいなっていう気持ちがやっぱり強くなったし、そう1位じゃなきゃやだとかではないけど、でもやっぱりここまで来たらウィークリーも頑張りたいって、きっとそのウィークリーがなんだろう、数字だけじゃもちろんないし、枚数とか数字とか全部そういうのだけじゃもちろんないのはあれだけど、でもやっぱりこう1位を取ることってすごくそれに勝つものはないと思うし、そうやるからには頑張りたいなってみんなで思ってます。任せてって、あー泣いちゃうみんな。追いカメオ、何追いカメオ流行ってるんですか追いカメオってすごい言葉がいやでも皆さんはでももう本当にきっと頑張ってっていうかね、あれしてくださってるので、そうで今日なんですけど、今日そのお仕事の間が結構時間があって、そう朝のお仕事終わった後さっき夜のラジオだったので、そうそれまで暇で、そうでメンバーと一緒じゃなかったのでマネージャーさんと一緒にあのこの後行きたいんですけどって言って、そうついてきてもらって、そう渋谷のタワーレコードさんと、HMV&BOOKS さんと TSUTAYA さん、そう渋谷は3軒、渋谷の3軒を今日は1人でマネージャーさんと2人で回ってきました。そう指原さん、そうなんか知らなくて全然で、ツイート考えてて、でマネージャーさんにもこれ載せますっていう風に言ってて、そうそして載せようって思ったぐらいにちょうどツイッター見たら、そう指原さんがつぶやいてらっしゃって、もうびっくりしてえっと思ってすごい嬉しかったです。すれ違ってたかなお会いしないです、でも全然そうファンの方誰も指原さんにお会いしてないのかな。そうでもなんかね、そう恥ずかしかった、すごいなんか写真をね、みんなこう自分を入れて写真撮ってる人いなかったのよ、基本さこう単体でこうメンバーのこととか撮ってくださってたんですね、その CD の場所とか上にあるその掛け軸みたいなやつとかを、そうそうなのに私は自分も入って写真撮ってもらってたからすごいなんか恥ずかしくてそう恥ずかしかったです。掛け軸じゃない、なんだっけ
昨日はじなんか軸って言っちゃったね。私オーラ消すほど持ってないから大丈夫。垂れ幕もう軸でいっか。あんちゃんすぎた本当。あ、まあでもファンの方はいらっしゃったので、そう、でも今はねちょっとコロナの時期とかでお話とかそこまでできないし、こう握手とかもできないんですけど、そう、女の子がいらっしゃった、あの写真撮ってくれてました。すごい応援してますって言ってくれました。嬉しかったです。女の子たちがいたかな何人か。そう、まあで私が写真撮ってちゃんと撮り終わるのを待ってくれてて、そうそうなんです。映り込まなきゃぼかさんぞそのまま載せるぞツイッターにそう、でも本当に指原さんがわざわざ行って写真を撮ってくださってることが本当に嬉しくてびっくりしました。そう、ハッシュタグイコラブ CD ショップめぐりで私もさっき見たんですよ。そしたらなんかそのタグができたからもう一回ツイートしようって書いてくださってるファンの方とかいて、ぜひツイートしてください。今日これあれだ、上の服はあの YouTube で着てたお洋服です。そうなんです、いつもだったらこうメンバー何人かでその CD ショップ巡りみたいなするんですけど、そう、ちょっと今回はできないのでね佐川さんが持ってきて、佐川さんありがとうございますイコラブのサイン入りレシートって本当なの？うん、本当だと思う。本当だとじゃない、本当ですあ、ねえ、プロ野球チップス最近買ってない、まだ買ってない、買わなきゃ。そうだね、発売日は結構ミニ握手してましたね。渋谷で集まるか3チームの透明版とかいろいろ分かれてとか。サインはねしてない、普通にもう普通にプライ半分プライベート半分じゃない、もう全部プライベートとして普通に行ったから9割方プライベートです。普通に仕事じゃなく行ったから、うん、そう、ね、確かにタワレコさんの地下でいつも握手会とか結構してたね。まあでもねちょっと今はできないからね。タワレコと握手したい、うん渋谷うろうろしたかった。あ、っていうかこの前そう銀座に行く時があって、たまたまねなんか用事があった時にタウを通りすがったんですよ。でも結構ねそんなに何時だったかな、7時ぐらいだったかな、でももうねなんかあ閉まってたのかな、そう、でも時間なくて行けなくてめっちゃ行きたいって思って、あここ行きたいって、タウだって言いながら通り過ぎましたわ。タウっていうのは広島のアンテナショップなんですけど、そうめっちゃ行きたかった、でも閉まっとった、多分そう時間的に閉まってました。そう、あとなんだろう、なんか昨日のさそう夜やってないだけでさすごい久々な感じがしますね。そう、あでも昨日ねその一夜ありがとうございますっていう動画を撮ったんですけど、みんなでそのまあソーシャルを保ちつつそう撮ったんですけど、なんかじゃあアンナがあのなんとって言われた後に
オリコンデイリーランキング初日1位をいただきましたっていうセリフ言ってねってそう言われたんですよね。そうでもアンが「へえ!」みたいな「待って覚えらんない!」って最初言ったの。オリコンデイリーランキング、オリコンデイリーランキング初日第1位がなんかもう順番がわからんくなって、そうめっちゃもう「えみたいな、もう待って「えみたいな、しかももうテンション上がって嬉しいっていうテンションだったから、もうなんか「えみたいなっつってそう待って「へえ!」とかってなって、そうもうそう全部カタカナやからさ、そうしたら「そういけるいける」って言われて「頑張ります」って言って。スワさんがオリコンデイリーランキング初日1位って言ったから、あんがオリコンデイリーランキング初日1位とかって言ってそうそう壊れた。え、でも1回も失敗しなかったですよ。何テイクか撮った、3テイクぐらい、 3回ぐらいかなやったんですけど、1回も失敗せんかった。カンペないですよそうそう、だからその昨日のおかげで覚えた、なんかその言葉を別に毎シングルごと覚えてるんですけど、またちょっとこうシングル終わったらそう忘れちゃうんですよ、言い回しを。オリコンオリコンってやっぱ言っちゃうから、その正式名称というかそういうの忘れちゃうんですよ。でまた昨日思い出しましたそう昨日思い出しました。手に書いてないちゃんと脳に暗記した。あ、そうだね、ウィークリーに言い換えて練習しとこうって、その心意気は大事ですね。確かに。じゃあ私がウィークリーもちゃんと言えるようにしとくのでウィークリーも頑張りたいと思います。オリコンウィークリーでもさ、オリコンウィークリーチャートっていう時とランキングってのありますよね。オリコンウィークリーランキング、オリコンウィークリーチャート、どっちもあるのか言い方が。そう、まあでもできる限り頑張りたいなって思います。お話し会とかね、もう応募してくださってる方もたくさんいらっしゃると思うので、みんなも頑張ってくださってると思うので、私たちが頑張ります。ちょっと興味あるな、1枚買って聞いてみようって思ってもらえるように。タバタンありがとう。追いかめ追いかめ面白い、追いかめを。追いかめをしました。え、流行ってるんですか、追いかめをってことは そうですね、でも本当にとりあえずびっくりしたのが一番ですかね。話し会で追いかみをしようって。追い飯も好き追い君わた、仕事頑張ってハマちゃん、そしてお疲れ様エリポン、あ、ウポエリ追い顔少し弱る、言い回しがいいよね、うん、追いかみをいいね毎日 CD が届くってありがとうございます。っていうか、なんか昨日からめちゃめちゃ結構喉を使ってるんですよ。そうで今日もずっと喉っていうか声を使ってたから、声がねちょっとねガサガサなんですよね。なんか声低くないですか、なんかねかすれるんだよねそうかすれてる、うん、あでもまだ喉潰してないよ
そう今日は夜さっきあのラジオアイニュースっていうそうラジオに出させていただいてて、そう喉ゆっくりさせてってありがとう。サイン入りレシート、うん、アーナのオンライン、いいんすか、いいんすか、いっぱい話したいっす嬉しい。多分あんちゃんのサイン家に来てる、ほんと今日届いた、ありがとう。そうなんですよ、今日でもそのね、なんかまあね、生放送やったから、で久々の生放送でこういうで結構1時間の番組だったので、約もうねめちゃめちゃド緊張してて、サナと2人でもほんまにねずっとね最初から「え、また本当に緊張する緊張する」って言ってました。そう、そうまた次がいおりとのんので、そうなんです、次もあまだ言わない、そう、まあ、決まってるのかな、そうあれなんですけど、でも私はすごく楽しかったんですけども、本当に人生で一番今までのラジオで緊張したかもってぐらいちょっと緊張してました。でもすごいね優しくて、そう楽しかったです。でもなんかそのニュースを読むみたいなとこがあったんですけど、まあ、あれはプレッシャー読みなんで、まあ、正直成功すればいいっていうもんじゃないのは分かってるんですよ、まあ、成功すればいいんですけど、まあ、それだけが全てじゃないってことはまあもちろん私も分かっているんですよ。そうだけどなんかちょっと意地でなんか成功したくて、本当にすごいガチ勢でやっちゃって、そうでも一番最後だけやらかしてっていう、もうそう残念すぎる、どっちかにしろよっていう自分で思ったんですけど、最後まで完璧に読むか、もうねちょっともうちょっとあれしろよって自分で思いました。はい、申し訳なく思ってる。はいサナはああいうキャラっていうかさ、別にわざとああやったわけじゃないけど、もちろんね、でもさサナはあれで面白く成立するじゃん。そうだからなんかそう、そう記者会見とかもして、なんかもう毎回なんか普通にリアルな記者会見の方もめちゃめちゃ緊張するんですよ本当に。そうだからオリコンであいう作文お願いします。マジ自分で読んだのか読んじゃった、逃げればよかったのにコメント読んじゃった、やべえ、オリコンの恩返しをしたい、オリコンのリの指原さんに、オリコンの子をこれからもよろしくお願いします。オリコンのうーん大きいステージ一緒に行こうね皆さんどうですか、ダメですかはいうんって、うんってまあうんってもう何でもありなんですよね。綺麗にまとめた？おー、よかった。カメオでもいっぱい私ああいう作文マジでいっぱいやったから、もう絞りで出ない。しかも何を今までも言ってきたかも忘れちゃったから。そう。違うよ、英語だとアンナ山本と一緒でリノ指原さんって言ったんだから違いますよそうだよ、カメオで2連続したんだから5連続いきません、事故の予感しかない。なんでやだよ、デイリー初日1位を取った次の日に事故りたくない、自分からフ
は逆にしないの、過去は逆にしたからいいの。もうみんなそうやってそうやってさ追い込まないでよ事故にも慣れとかないとって。事故になれるじゃない、事故の事故しちゃった時の対応力になれるお大事なんだよ。キノコボンバーさんありがとう。もうしません、愛用作文はしません。でも今日本当にマジでめっちゃ寝れそう。今日そう、今日朝からなんか頭回転させたからマジで今日いっぱい寝れそう。だから明日寝坊しそうで本当に今日怖いんですよね。だからちょっといっぱいアラームかけようと思って。別にめっちゃ朝早いってわけじゃないんですけど明日、いや別にそんな今日もめっちゃ早起きだったわけじゃないんですけど、そんな普通ぐらいなんですけど、今日マジ寝坊しそう。でもなんか最近寝坊しそうが怖すぎて、自分の中で寝坊しちゃいそうっていう、なんだろう、寝坊全然別にしてないのに、全然なのになんかしちゃいそうっていうのがなんかあって、なんかアラームの1時間前に起きちゃうんですよ。怖いんですよ、なんか逆に危ないですよね。そうだからその話を今日サナツンとしてて、サナツンに「おばあちゃんじゃん」って言われた。そうなの、怖いよね。でも忙しいって言っても、そのもっともっと多分あれな時はもちろんあったから、そう、そう緊張感持ってんのかな最近。でも本当にここ最近ずっとアラームより先に起きちゃうの、やだ。そう、それがでも結構二度寝することがあるんですよ。そう、次のアラで別にアラーム鳴ってなく起きてるから、でさなんかまた寝ちゃってさ、で起きたら起きる時間過ぎてましたってなるのがすごい怖くて。そう、やだやだよ。逆になんか寝坊しちゃいそうで怖いです。そう、1時間の睡眠はね貴重なので、本当に貴重。マイカと同室になると風呂入るように圧かけてるんだって。そうなの、あ私が言ってた、そうやって普通に入りなって言うだけよ。え、入りって、先入りなって。だって絶対入らないじゃんあの子。そう、入らないから。そう、だってどうせ次の日にさ、次も絶対は同時やっても入らんといけんわけやけんいやダメよ、入らないと入りなって入りなさいってでもホテルでは結構入るよ毎回。入りますよ。一緒に入ればええやん、わら。はい。狭いやろ。ん？ちゃんと入ってるよ毎回。入ってるよ。なんか私もお風呂はあんまりそんなめっちゃ好きってわけじゃないけど、
うん、でもなんか意見やることと変わったらなんかすぐ先に入るようにしてるかも。で最後に YouTube の時間とか趣味のことをなんかする時間を作った方が楽しいから、もう一回ね YouTube 見始めちゃうともう何時間もやっぱお風呂入らなくなっちゃうから、先にお風呂に入ってなんかもう明日のこととかこう全部いろいろこう不安な要素を取り除いてからなんか YouTube とか見たいんですよ。そうそう、髪乾かすのが結構嫌かもしれない。そうだけんなんかお風呂入って髪の毛乾かしながら、例えばまあ次の日の台本とかを読んだりアンケート、でもアンケートはちょっと髪乾かしながらできないけど、なんかまあ頭の中で考えたり、そのやらないといけないこと、ライブの前だったら MC とか立ち位置とか、とりあえずやらないといけないことを先にもうやらないと、なんか心から YouTube を楽しめないんですよ。そうだから乾かすのはでも10分ぐらいです、私は約。そうなんか集中できない、 YouTube に自分の趣味に集中できないから、なんかそう罪悪感、あーやばい、この YouTube 見終わったらまるまるやらなきゃみたいななっちゃう、で焦っちゃうから、先になんか全部やることやって見た方が楽しく見れる、心から。そうだからなんかしかもそれのために頑張ろうっていろんなことをなんか思えるから、なんかモチベ、それが自分の好きな動画とか MV とかを見るっていうのがモチベになるかな。宿題はどうだったかな、あんまり覚えてない、どうだったんだろうね。うん、そうでもモチベをねなんか作るのはすごい大事だと思う。え、わかります。なんか一番欲しいもの、私勝手に髪の毛乾かしてくれる機械なんですよ。でも絶対にできると思うんですね。だってなんだろう、なんか扇風機あるじゃないですか、ダイソンの。なんかそれこそこういうさ丸い危なくない扇風機。待って、タワー来てる。タコちゃん、サシノユさん、ありがとうございました。ちょっとこのお話が終わってから書きますなんだっけ、そうあるじゃないですか、ダイソン様の。あれさ丸になってるわけじゃん。でさ、それをさこう自分の高さに調節できるみたいなのにして、それをなんかドライヤーの風みたいにしてさ、そうなんかできそうだよね。なんか両手をやっぱ使えたらまた違うと思うんですよね。だからなんか片手やっぱさ、しかも大体左手っていうか右手でやっちゃうじゃん、利き手でやっちゃうから楽だからさ、そうしたら左手であんま何もできないって考えたら、そうでなんかそれがこうもう普通なんだ、こう今は美容室とかにしかなかったりさ、一般的にそういうのはできないじゃないですか。だからなんかそれがなんだろう、世の中の普通になってほしい、一般的になってほしいです。みんなそれが当たり前みたいなになってほしい。絶対売れるよそれ。だってお風呂嫌いな理由に絶対に髪の毛、特に女の子とか長い子とかは髪の毛乾かすのが嫌だからとかあると思う。そう概念を変えたいです。なイヤホンして YouTube、 それもある、それもあるけど、なんかそこで全部見すぎると、あとなんか一回見ちゃうと止まんなくなっちゃったりするし、そうなんか最後のモチベに取っとく時もあるって感じです。そうあとなんかもう化粧水とか保湿しなきゃいけないとか、なんかやっぱさあ女子って大変じゃんね、女子いろいろお風呂上がりにすることがいっぱいあるじゃないですか。
そういうのをさ、でも怠ったらそれをね、怠ったら怠ったで、あーって自分でなっちゃうし、だからどうしてもやらなきゃいけないしさ、そう、そう考えたらさね、って感じですね。ということでちょっとタワーを読みます。てかね、ショールームのね、あれが変わったの、変わったんですよ。タコツアン、寿司のゆいさん、タワーありがとうございます。え、なんかショールームのアップデートしたら変わった、なんかが。配信側が変わったのかな、まあ別になんか何が変わったっていうか、なんか形なんかちょっと変わった変わった。たこちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがタワー、ありがタワーそしてさしなゆいさん、ありがとうございます、ありがタワーありがとうございます。あ、ふにちちおめでとうタワー、ありがとうございます。昨日配信してなくて、してはなくないわ、でき夜できなくてごめんね。さあ、ということで今日はまあね、もう一個話したいことがありますよ。まあ話したいことっていうかあれだけど、今日はね、滝脇翔子ちゃんのお誕生日です。翔子おめでとう翔子おめでとう、19歳になったの。はあ、翔子が20歳目前になってしまった、やばい、やばいんだけど、それは私も22だわ、23になるんよ次。いややばくない？なんか翔子って高校生ってイメージ。翔子は高校1年生なの、ずっと。キアラが12歳、渚が13歳で、翔子が15歳だったかな、入った時は。が高校1年生だったの。じゃあ滝脇翔子ライブ作文してあげるね。しょうがない。みんなが愛用作文を求めるから。滝脇翔子のた、頼もしい存在、滝脇翔子のき、キラキラしている存在、滝脇翔子のわ、和気あいあいと楽屋でしゃべる姿が愛おしい、滝脇翔子の滝脇、あ、また木じゃん、滝脇翔子の木、気がついたら練習しているその姿に感動するよ、滝脇翔子の将来が楽しみだ、滝脇翔子のう、生まれてきてくれてありがとう、滝脇翔子のこう、これからもあなたを一生愛し続けます以上です、はい、です。
プロポーズしちゃった。プロポーズすぐ結婚させたがるんじゃけん、ほんまにみんな結婚っていう文字大好きやんな。もう作文やなくて告白、間違いない間違いない。そう、でも翔子と、まあ、結構前だけど2人でそのカフェに行ったりもして、そういっぱい喋ったりして、そうまたね行きたいなって思う。そうだし、ツイッターにも書いたんだけど、翔子と抱き合うシーン好きなんだよね、あそこ。まあ密だけど、あの合宿の時はまだそういうのなかったから。そうなんだよね、多分イコラブとイコラブのファンの方の中で、まあ、世間的にやっぱ結婚ってさもう大ニュースじゃないですか。だけど私たちの中で結婚っていう言葉ってすごく、ただ結婚イコールそう仲がいいみたいな、なんかちょっとラブラブみたいな、そういうちょっとまあ軽い気持ちっていうかさ、もうそんぐらいの言葉ですよね私たちの中で。チョコルームで報告されてる、あん恥ずかしい。そうそうそう、なんかとりあえずなんかどっかがちょっとでもなんか一緒にいたとか、ちょっとでもなんかそういうちょっとなんかそういうラブラブな話をするだけで結婚させるやんみんな。そうだから、子はね、なんて言った、私これからも、これからも忘れちゃった。これからも愛し続けるよ、うん、だって。すぐ忘れるじゃん、本気だし。でも本当に最近特に思うの、なんかメンバーがメンバーを愛しすぎててやばいなって。なんかそういう本当にラブとかそういうことじゃなくて、本当に本当になんかこう最近メンバーとさ、やっぱコロナ明けて自粛期間が、まあコロナは明けてないね、自粛期間がね一応明けて、こうやっぱ少しずつ会うようになる時間が増えてから、本当になんかメンバー同士のその大切にしてる感がすっごく伝わるのね。なんかそれがすごい私は最近嬉しいかな、特に。そうそうなんですよ、蜜よりもそう甘い蜜なんですよ、あちらって。そうだからなんかメンバーが好きというか大切に思ってるその気持ちをなんか聞くだけですっすごい幸せになります。だからなんか自分とかじゃなくても他のメンバーが、そのメンバーがいないけど褒めてたり、めちゃめちゃ、そう、わかる？ A さんと B さんと C さん、じゃあ私がいて A さんと B さんがいて、なのにこの2人がとか、あ、まあ2人とかでいていいのか、私と誰かがいてこの子が違ういない子を褒めてるだけで、褒めてたりして、なんかもう本当にそういうところわかるみたいな、え、この子のここいいよねみたいな、2人で話に なってる時とかにすごいなんか幸せな気持ちになります。そうなんかさ、こう自分がいないところでそうやって言われてるってさ、すごい嬉しいじゃないですか。そうだから、そうなんか本当になんか一人一人に自分には持ってないものがあるって絶対に思えるし、尊敬できるんですよね。そうでもさ、よく言うじゃないですか、なんか結婚なんだろう好きなタイプはとかでさ、尊敬できる人って、自分より尊敬できる人っていう答えをする方って多いじゃないですか、きっと。でも私はだからイコラブのメンバーに自分より尊敬できるところが全員あるから、そうやって
みんなだからイコールみんなと結婚できるね、あははそうそうそう、変なこと言っちゃった。自ら言ってしまった。アンツーで集まったならアンナのこと褒めて。あこんなこと言っちゃった。ね、もうさ今日さ、しかも雨だったしでさ、見て巻いてたんだよグリングリンに。もうさボサボサよてたのに落ちちゃいました。明日も雨ですかね、どっちだっけ。 CD ショップは最初タワレコさんに行ったんですけど、タワレコさんはついんでその後外しただから HMV さんとツタヤさんでは普通に外してる謎になぜそこで外したっていうね、そういう気分だったの。そんな感じ。あとあれだ、何を言おうとしたかを今思い出した。あれだ、ネットニュース、違う、ネットニュースのインタビュー、そう、ぜひ読んでください。最近結構そう発売されてからいろんなインタビューとかがそう出てるので、そうぜひいろいろチェックしてください。私ナタリーさんとかかな、ナタリーさんとか、あとうーん何が出てたかな、何が出てたかな、5人ぐらいでやったやつ、6人か、ナータンとミリニャとサナとマイカとヨリと私のインタビューのやつも出てました。そうかなとか、まあいろいろ出てる。ナタリーさんはあ、そう写真とも撮っていただいてて、ノイミーちゃんの手書きのやつもあるし、2チームに分かれてのインタビューとかでもあったしって感じで、まあいろいろ結構何個か出てるのでぜひチェックしてください。はい、立ち読みしていいですよ。はい、でも歩きながらはダメですよお家の中で立ち読みしてくださいはいそう、そうスマホを立って読んでいいですよ別に読み応えあった？本当ですか？ナタリーさんはね毎回ああいう風に取材してくださってて感謝です、ありがとうございます。
無料で読めますから、寝ながらでもいいですよ、いいですよ、寝そべってみてもいいですよ。あ、サナのあれもだ、ソロ一人でのあれとかも出てますね。なんか私もさ、知らなかったこととかさ、いろいろあったりするから、めっちゃあれだわ。普通に後で読もうって感じですね。そんな感じかな。あ、ミリニャとかのもあるね。でもいっぱいありますね。うん。あ、マイカちゃんがなんかツイートしてんじゃん。今日ちょっと久しぶりの休みだったんだけど、途中で送信しちゃった。めっちゃ人に会いたくて寂しいっていう話ね。かわいいじゃん。かわいいじゃん。でもね、私の予想、マイカオフの日はお風呂入るの早いから確か言ってた気がするから、もう入ってそう。ボム見てない、まだ見てない。あ、でもなんか今日もらってた気がするわ。さあ、多分オフの方が、あ、なんか、ね、なんとなくわかる。その次の日と、なんかその日と次の日、私もそうなんですけど、その日と次の日のなんかいろんな時間による気がする。そうです。わかんない、私の予想入ってないかな、まだ。どっちでもいっか。どっちでもいっか。いや、オフにはちゃんと入るって、オフじゃなくても入ってるんですよ。入るのが嫌だって言ってるだけで入ってますよ。そこ勘違いしちゃいけんよ、みんな。そんな感じでしょっていう感じで、私もちょっとそろそろ書類も終わりたいと思います。今日は終わります、終わります。終わります。そう、今日帰ってきて、そう、あれが届いたから、モッツァレラチーズが届いたから、ちょっとね焼いてみたんですよ。そしたらめっちゃ伸びて、もうすごかった。100センチいけそうでした。すごかったっていう話を添えて終わりたいと思います。それではランキングを見ます。13位がジッスン、12位がマツケンさん、11位がマッチュさん、10位がレグルスさん、9位がタバタンさん、8位がリョーマさん、7位がユカリン、6位がメイカワさん、5位がイトコンさん、4位が MKT さん、3位がスタドリさん、2位がタコツアン、1位がサシナユイさんです。ありがとうございます。あともう少し大、あれです、ショウコちゃんの誕生日が終わってしまう。ショウコ誕生日おめでとう、生まれてきてくれてありがとう。いや本当にね、まあこれは言ったけど、本当にその
ね、カメオの合宿の時とかもずっとね前向きにすごいやってて、そうすごいそういう姿を見るとね本当に成長してしたなっていうの私たちも感じるし、頑張ろうって私たちも思うしね。本当にみんな思う存分お祝いできましたか？わかる、私ショコのバブめっちゃ好きなの。ショコのストレートでハーフツインするのめっちゃ好きなんですよね。そうめっちゃ好き。めっちゃショーか、そうね、負けず嫌いだと思う。でもそれはすごいいいことだよ。あ、そうダンス動画、そうインスタにも載せた。そっか、ダンス動画載せてからまだショールームしてなかったのか私です。ショールームじゃない、ツイッターも見てください。カメオのダンス動画載せたので。カメオ気づいてる、気づいてる、カメオ見せましょう、いい角度ね。でもねあれね結構前に撮ったんですよね、多分自粛前に撮ったんですよあれ。そう確か自粛前に撮ったの、ほんまに。そうなんですよ、そうずっと撮ってた、発売日に載せようって思って。そうそしたらねまあちょっとあれだから延期になっちゃったから、そう予約載せられた気がするよ。ぜひアンナさんの合宿、うん、何円とかってめっちゃねリップ来てたけどね、何円にしようかな。2泊3日で何円なら来る？うん、どうしようかな。怒られるかもしれないよ私に。どうしようかな。全財産つぎ込む？30万100万、そんなに私にそんな価値ないよマジ。じゃあ考えとくわ。じゃあぜひ2泊3日ですね。怒られに来てください。スパルタレッスンします、私がカメオのダンス合宿を皆さんにしたいと思います、メンバーと。じゃあでも別にそんなめっちゃ怒られたっていう合宿では今回はないけどね。じゃあメンバーのその足が痛くなる気持ちとかいろんな気持ちを皆さんにも共有したいと思います。はい。ということでランダム5人いきます。1人目、 FJ さん、 FJ さん。2人目、マックスさん。間違えた。3人目、よいしょ、レナちゃん、レナちゃん。4人目、サシオシさん。5人目、半熟さんです。ありがとうございます。それではタコツアンとサシナユイさん、タワーありがとうございます。タワーありがとうございます。ではじゃんけんします、パー出します。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけん。それではおやすみなさい、バイバイ、さよなら。